6日間熟成させたこだわりのスープとオリジナルの麺が自慢の醤油ラーメン。作っているのは川隆二さんと妻のみゆきさん、夫婦二人三脚で店を営んでいます。このラーメン店、店舗ではなくキッチンカー。それにはある訳がありました。旭川空港の方の3階のところで勤めてたんですけども、このコロナの影響でお店が撤退という形になってしまって、仕事がねなくなったということになりました。5年間シェフをしていた旭川空港のレストランが一昨年新型コロナの影響で撤退、職を失いました。大変でしたよ、はい、妻がそのお花の教室やってたので、まあね、なんとかこうやって来たんですけど。そこで賀場さんは新たにラーメン店を開くことを決意。家賃などの固定費をかけずに店を営む方法として選んだのがキッチンカーでした。店舗を持つというリスクを考えるとキッチンカーがいいのかなと思って、ね、キッチンカーにしました。この日は仕込み作業。店舗を持っていないため週2回程度公民館を借りての準備です。豚のね、肩ロースですね。これで何キロぐらいあるかな、2、3キロぐらい。旭川の醤油にこだわり煮込んだチャーシューや、どの味のラーメンにも合う自慢のメンマ。そしてスープには並々ならぬこだわりが。もう親父も脱サラして23の時にこのラーメンをやったみたいですけど、まあ、そのレシピを教わって。かつてラーメン店を営んでいた賀和さんの父、生前父から秘伝のスープのレシピを継承し、オリジナルの味を加えています。タイトルは親父のレシピで、まあね、こんなスープの取り方とかいっぱいあるんですけど、親父がちょっとね教えてくれたの。親子2代の知恵が詰まったラーメン。このラーメンでコロナ禍からの再起に挑みます。朝早く食材や調理器具をキッチンカーに積み込む賀和さん夫婦。向かったのは名寄市です。どのくらいお客さん来てほしいなとかありますか今日。いやそれはね、たくさん来てもう賑わってほしいよねイベント会場では他にも多くのキッチンカーが。キッチンカーでの営業を始めておよそ1年、各地のイベントに参加することで同業の仲間も増えました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大地さん紹介します。一緒にね、稚内行ったりもしたんですけどね。で実はお昼時、客足が増え、次々とラーメンの注文が。おいしいです、すごい。おいしい。おいしい。ね、こっちも食べるの。押し込んで、押し込んで。押し込むんじゃん。ラーメンごちそうさまでした。またね、来てね。はい、バイバイ。今年の夏、賀和さんは新たな挑戦をします。旭川市にオープン予定の商業施設、ここで念願の店舗を持つのです。高くないお金でね、ちょっと1杯2杯飲みながらつまんで世間話しながらっていう、常連さんが来れるようなラーメン屋さんにしたいんですよね。まん延防止が解除され、客足の回復に期待を寄せる道内の観光地。函館市内の飲食店にもおよそ4ヶ月ぶりに道外からの団体客が訪れました。完食です。しかし経営状況はすぐには改善されません。
コロナの話が始まってから、ほぼほぼもう 95% ぐらいゼロの状態がずっと続いていたということになりますね。そこで始めたのが冷凍食品の宅配サービスです。月額4180円で15品の冷凍食品を届けます。今作ってるの何ですか？これ菜の花になります。難しくないんですよね。昔からの料理ですもんね。売りは家庭の味。調理するスタッフは全て女性で、サバの味噌煮や卵焼きなど懐かしくてホッとする味です。料理は特殊な機械で冷凍、解凍した時にも作りたてに近い味が楽しめるといいます。コロナになって、ダメージは大きいですけど、新たなそういう事業が発見できたっていうのは、うちの会社にとっても一つの財産になっているのかなというふうには思ってはおりますけど。アイディアと実行力でコロナ禍からの再起を目指す飲食店、その眼差しは常に前を向いています。